今日このタイトルにしましたのは INTJ 男子の恋愛思考、はいはい、教えてってしたんですけど、はい、というのはあのコメントでですね、はい、こんなのが来たんですね。11時間前、はい、11時間前っていうと昨日の夜ですね、はい、昨日の夜にですね INTJ の男子と時々飲むんだけど、うん、この前初めて宅飲みした時、はい、東京ですかね、はい、宅飲みっていうのが出てくるっていうのは、はい、いやもうこれ東京の阿佐ヶ谷あたりですよ。カン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 ってもう稽古とあ稽古あの電車が走ってるような、はいはい、ボロいアパートで飲んでるんでしょうね。わかんないですよ、すいません。この INTJ の男子と、時々飲む、はい、初めて宅飲みした時忙しそうだから声かけられなかったけどずっと飲みたかったんだよ、はい、とか恋愛経験とか好きなタイプとか聞かれたんだけど、うん、脈があるかな、ただ親しい女友達に思われてるだけ、はてな涙みたいな顔のマークがあるんですけど、はいはい、これがあの INTJ の愛称、はい、あなたにとって恋人とは、はい、っていう動画のコメントでいただいたんですね、はい、ありがとうございます。もう多分、はい、この女の子はね、はい、INTJ の男子ってどんな感じだろうと思って、はいはい、我々の動画に行き着き、はい、見てみると、はい、湧くっていうじゃないですか、はい、はーってなるんですよ。なんだこれはと、はい、この生物はなんだと、はい、ピコンピコンってなるわけですよ、はい、私は彼に誘われてるけど、はい、どう判断したらいいのかわからないと、はい、これ解決しなきゃいけない問題ですよね。少子化対策のためにも、はい、日本のためなんですよこれは、はい、国策です、我々がやってるのは、はい、これは、はい、僕がこの状況を見てると、はい、もう彼はあなたのことを好きって言ってるよって、はい、なぜなら僕だったらそうだから、はい、っていう解釈なんですけど、はい、隊長はこれを見ると、はい、どうこの女子に声をかけてあげますか。行けばわかるさです。それは、はい、ごめんなさいね、はい、あなたから言ってごらんって話、そう聞いてみたらいい、あここに打つんじゃなくてね、はい、まあここに打ってもいいですけど、はい、打ったら行けばわかるって答えられますけど。なるほど、はい、僕はもうあの彼はあなたのこと好きって言ってるよって、はい、言うのも間違いですかね。好きって言ってるよはわからない、僕 INTJ さんよくわかんないんで。はい、でもよくこのわかりますよ、僕の感覚では言ってる脈ありじゃないかとは、はい、思いますなら言えますけど、なんかこの辺って我々はなんかタイプあるないってちょっと冒頭にも話しましたけど、はい、タイプの前に男なんですよ、はい、だからその僕はなんかそのタイプよりも男とかね、はい、その本能の方が強いと思っていて、はい、でその辺はなんか体調とは全くタイプは違いますけど、はい、この辺のなんて言うんだろう、ニュアンス、はい、フラートは、はい、同じだと感じてるんですね。本能はあると思うんですよ。思うというか、まあ、個人差はあるとも思いますけど。で、INTJ さんの今までのコメントを見ると、この人は大丈夫だろうかって判断してる感じじゃないですか。でもなんか、僕もコメント見ますけど、はい、思うのは、はい、結局なんかその NT の人たちも、はい、なんか、なんだかんだ言っても、はい、その、自分の定めるストライクゾーン以内の人が来ると、はい、OK って言うんですよ。そうすると一緒じゃんって思うんですね。なんだって俺と一緒じゃねえかって。一緒っていうのがその赤寄りの青なのかみたいな話じゃないですか。黄色寄りの青なのかみたいな。なるほど。それを僕は、はい、このぐらいの幅を一緒って言ってるけど、はいはい、この辺の幅しか一緒って言わない人もいるし。そう。なるほど、はい、生物なので、まあ、本能はあると思うんですよ、はい、でたまに本能のない人もいるじゃないですか。本能のない人、はい、LGBT 的なのも、まあ、稀にいるので 100% ではないとは思うんですよ。なっていうか、まあ、性欲的なのも強い人から弱い人までいるわけじゃないですか。なので一概にこうみんな強いわけではないみたいな、その思いがみんな強いわけではないけど、若干でもあるかって言われればある人の方が多いだろうなみたいな
恋愛したい人の方が多いんじゃないかなとは思うんですよ。なるほど、はい、で僕はまあこの動画を撮ったのはね、はい、言いたいと、はい、INTJ よと、はい、君らは困らせていると、はい、それを言いたかった分かりやすくしてくれと、はい、で何て言うんだろうな、もっと単純なはずなんですよ。でそこで、はい、そういう欲はある、付き合いたい、恋愛したいみたいな、まあ、本能はあったとして、でその先にあれこれ考えるわけですよね。枠に当てはめて考えてジャッジしていくわけじゃないですか、 INTJ さんなるほど。で付き合うまで至らないみたいなことが多いわっていうのが今までの流れかなと思ってるんですよ。なんかこの、はい、本当に INTJ の動画のコメントで、はい、その恋愛に関しては、はい、なんかまあ言い方間違ったらごめんなさい、はい、なんか弱いというか苦手というか、はい、得意でないみたいなのは本当にいただくんですね、はい、それがこの、例えばいただいてるのは、はい、INTJ のコメントで、はい、一人暮らし独身10年と、はい、ぼっち大好きが状況を逸していると、はい、で他人に任せるなら自分でやった方がマシとか、はい、この INTJ っていう属性で男となると、はい、自ら動かなければきっかけがないので、はいはい、そのまま無限にソロを楽しんでしまうと、はい、まあ、結局自分でやっちゃうしとか、はい、っていうので他人からなんか言われてもそういうのをね、はい、なんか恋愛しろよなのか、はい、あなた結婚しなさいよなのか、はいはいはい、って言われても別に自己完結してるので気にならないし、はいはい、っていう方だとすると、はい、それが何て言うんだろう、はい、僕も恋愛はデブでハゲなのでモテるタイプじゃないんですけど、はい、何て言うんだろう、そのモテないが先でもういいやになったのか、はい、本当にそうなのかが僕は気になるんですね。どっちでもいいんじゃないですか。そうなんだ。結論は変わらないじゃないですか。いや僕はなんか、はい、あなるほどね、はい、なんか僕はそのどっちかが先にあって、はい、こじらせちゃったのかなっていう見方をしてるんですね。まあそのまあそれもあるとは思うんです。でもどっちでもいいって言われるとまあそうなんだよねとも思うんですけどまあ結論変わらない、モテない事実はあるはい、ダメだからこれ言っちゃダメなのかないやでも大半の男はモテないですよ。はいはい、はい、行動しないと、そうで行動できなければまあそうなるよねっていう、でそこに意味を見出せないみたいな、はい、結局こうまあリスクとリターンじゃないけどみたいな話じゃないですか。行けば振られるかもしれない、傷つく可能性、めっちゃ傷つきますけどね、はい、だったらもうそんなのしなくていいっていう結論に至ってる人だ、もぎゃーってなりますけどね、はい、はい、そっか、はい、あれはきついですもんね、はい、だったらもういいやって、別にやりたいことは一人でできるみたいな、いやでもそうでもないよって、触れ合いはなかなか、触れ合いは一人じゃ無理じゃないですか。でその触れ合いがに執着するとまあ、動くしかないんですよ。そこにそんなに執着してないから動いてないんじゃないかなと思うんですよ。だとまあ、彼女に対して、はい、このコメントをくれた彼女に対しているのは、はい、待ってもしょうがないですね、これは。行けよって話ですよ。もう行かないと分かんないですね。そう。行った方が早い。自分からね。はい。それはもう、なんか大体恋愛って、男が言うって、はい、男がおごるし、男が言うって決まってるって昭和の時代では習ったんですよ。はい。今もちょっとそれは残ってると思ってるんですね、はい、でもそれを待っちゃ相手が INTJ だよって仮定するのであれば、はい、もう自分から言った方が早いですよね。そのまああなたの目的は何ですかじゃないですかなるほど、はい、相手に行動、それを手に入れたいなら行動せよですよね。まあ思いもう、まあ、好きになったもん負けですよね、はい、これは、はい、あさくらさんがそう、はい、INTJ の女子ですが脈ありではと、自分のテリトリーに入れたら脈ありな気がすると、多分ジャッジしてんですよ今なるほど、そう、恋愛経験何人、どんな恋愛してきた、はい、なるほど、はい、なるほど、なるほど、この清純だと OK だと、はい、僕のことを好きかみたいなジャッジしてんじゃないですか、来てくれた OK、はい、何点みたいな、でこう本当に僕大丈夫だろうか言ってみたいなのを今考えてるんですよ、この子と付き合って大丈夫だろうかみたいな。なるほど、これもしか先に言っちゃったら、はい、ああこの子は先に行ってきたか、じゃあダメだなにもなりそうですよね。なる可能性はあるかもしれないけど、その先に言うからダメっていうのは分かんないですけどね、僕には。節だらだと
女子は待つべきだと。あ、これ SJ っぽいですかね。待つべきだというあなたは行動できるんですかって言ったら待つ方だと思うんですよ。INTJ さん。なるほど。最終的に自分から動くんですかって言ったら動かないじゃないですか。動かなさそうですよね。っていうタイプなので、来るのを待ってんじゃないかなって思いますけどね。ああ、はい。よくなんか、これはちょっと急にエニアグラムの話になるんですけど、はい、タイプ Q。はい。T 隊長、はい、戦術としては雲と一緒ですもんね。この網を張って待つみたいな、はい、分かんないですね、獲物を捕まえるときに獲物、それも立派な狩りのスタイルですよね、はい、まあこの人たちはでも 待つってっていうか罠も広げてない感じですけどね。空上の刑ですか。空上の刑っていうか、まあ、ジャッジしてる、その待つって意図的に待ってるわけでもない気はするんです。あ、なるほど。待ってるわけじゃなくて、はいはい、ジャッジ中ってことですね。ジャッジ中で、もうジャッジしてたら、この人たち進まないので、もう、ジャッジを飛び越えていくしかないんじゃないかなって。何点以上なら OK にしてくれるんですかね。だからそこの採点なんかさせちゃいけないんですよ。押せですよ。あ、そう。採点させちゃダメなんですか。採点させたら絶対なんか欠点なんかいっぱいあるわけじゃないですか、人なんて。なるほど、はい、ただ男の性欲の場合もあるし、はい、やっぱ INTJ タイプがあるとはいえ、はい、体は一緒ですもんね。体の機能は生物的本能はありそうですもんね、まあ、個人差はあるけどあると思うんですよ、はい、